高性能高品質のフラッシュメモリを岩手から世界へ。キオクシア岩手株式会社は最先端の技術を生かしデジタル社会を支えています。私は検査の担当をしているんですけど、より良い製品を作るために工程を追加したりとか条件を変えたりとか、そういうところをやってますね。授業の一環でこちらの説明会を聞く機会があって、その時に新しい会社ができるって知って、新しい会社の立ち上げに一から携われるっていうのが面白そうだなと思ったのと、この地元の岩手で世界と競っている会社の一員として働けるというところに惹かれました。プロセスインテグレーションというところから、新しいその条件など、新しい処理を行うところ、そういうところの追加を行ってほしいっていう要件、要望があったときに自分たちが登録するというところにいます。この会社が新しく建設されるっていう話を聞きまして、自分も一期生としてその働いていきたいっていう気持ちが結構大きくあって、ここで働いていきたいと思いました。半導体工場というのはですね、いろんな技術なりスキルを持った方が、いろんなそれぞれの仕事をして、それが一つになってやっと成果に結びつくところなので、それぞれに任されたそれぞれの仕事、あるいは技術の分野、仕事の分野に対して、自信をと誇りを持っていただきたいなと思います。非常にみんなの顔と名前が分かるような風通しのいい組織が今できているかなと思ってます。これから会社として大きくなっていく中でも、こういう雰囲気というか風土をですね、ぜひこう保ち続けたいなと思ってますので、そういうところにも魅力を感じていただければなと思ってます。失敗することとかはありますけど、先輩の方たちは一回失敗してもいいから、失敗したことを生かして自分でどういうところを失敗したのかちゃんとメモしたりとか、優しく細かいところまで説明をしてくださったりとか、優しいですね。不良を見つけることによって、その不良が改善されて製品のまとまりの向上につながったり、品質の改善につながっていくところにやりがいを感じます。全体からするとですね、どうしても理系の比率が大きくなるんですけれども、やっぱり会社の全体をマネジメントする上では文系の方の力というのも非常に大事 で、こういう専門だからここにとちょっと関係がないなと思わずにですね、きっと門を叩いていただくと、皆さんに合った、あるいは皆さんがやりがいを感じるような仕事が必ずあると思うので、これからいろんな経験を通して自信をつけて、どんな仕事でも望んでいけるように成長していきたいと思ってます。世界で一番の工場を目指しているので、自分もその一員として世界一位の半導体工場を目指せるように頑張っていきたいと思います。